真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております、先生。何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。おのが身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は。三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。
何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。今は三十郎様かい？あなた様は父の自慢の弟子でございます。何年言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。サバ、アサリ、スズキ。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。拙者は、愛子殿は、その赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。おいしそうではございましたが。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってどうさ。じゃあもう一杯遅れよ。少しでも走りな。間違いねえ。賊が森の中にいんのさ。ああそうさ、あの世の入り口も湖にあるな。いや、あいつらの寝床。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、盗っ人どもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ、何も取ってはおりません。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで。どけどけ、土の番じゃ。勝負事は相手よりも支配者の一番道場じゃねえ。怪我はありませんか。いや、なんでもねえ。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。あっしが手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。逃げろ、逃げろ、逃げろ。門を守れ。何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つければ。助けてやってくれ。誰か。
腕に覚えのある奴はおるか。おらだ。槍さえ持てれば。ヒロキ殿、皆を。私は父上を見つけます。いけません。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございません。そして拙者は、拙者は広木殿、お行きくだされ。案ずることはございません。小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。役立たずのクズ野郎が。うっ。あっ。楽にしてやれ。喜んで。これで最後じゃ。お願いでござりまする。おじひょう。かたじけねえ。かたじけねえ。あいつら。この向こう水なもののふは誰だ。して、手玉の拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。逃げるなら今のうちじゃ。腰をへし折ってやれ。そこまで。ヒロキ殿、なりません。逃げられるうちにお逃げくだされ。あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけ
けない、イロキ様。三十郎様をお探しなら、先刻この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん、行くぞ。腰を減りようと、己を買いかぶりすぎじゃ。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。愛子殿が無事であればよいが。ああ、なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。塵も積もれば手厚よ。そこで止まれ。あわや切り殺されるところでした。頼む、死ね、死ね。退いておる。これは先生の行いか。社の中に何かあるはずだ。この先は誰も通せん。ここにおとどまりを。されど先生は。ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をせれば。
刀か。年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。さあ参れ。何の修練も足りておらぬ。刀を切ろうとは武士の風上にも置けぬ。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊め、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしませぬ。この妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば、川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず、上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは、我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが。わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者は。お悔やみ申します。
か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。神川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。止めろ。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。足は落とされた。ならば倒れろ。倒れろ。志と指導は山をも動かす。見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。己を切り己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。この先は誰も通さん。この犬が喉を隠れ。叩き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 れ。
しまいだ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やっておる。命乞いするなら今のうちじゃ。もう逃げられんぞ。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。戦だと聞いておた。己を買いかぶり。もう案ずることはない。片付けない。若いお方。もし。拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ。されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。ひどい雨で立ってたら山へ。やったと対抗しやろうが。ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者。通さん。ボールを切れが。女をすぐさま離せ。
じゃあこの男を知らない。何もかも取られた。何もかも。どうしてだ。どこのお方か存じませぬが。誠に片付けのございます。先祖に顔がにもできないぞ。死んだ者どもめ、水野郎どもめ、早くめ、早く桶を持ってこい。すでに切った。他の奴らが来る前にここから去るのじゃ。片付けねえ、片付けねえ。お前はここでしまいじゃ。
くじゃ。そこまでだ。なんでみんな殺しちまわねえんだ？さ、待て！集い場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったが、みな待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。